日野氏は平安時代末期から戦国時代にかけて法規国日の軍一体に勢力を持っていた一族。本姓は平氏。原平清水期には法規国内の有力豪族である小鴨氏や騎士と並んで日、軍司義行と記されており、当時日野軍の軍事を務める家柄であり、法規国内における有力武士団の一つを形成していたことがわかる。 前景書などからも、当初、日野氏は兵士法に属していたが、西法規の有力者である騎士が、源氏法につくと同時に寝返ったとみられる。この時、法規国内においても、源氏法の騎士下森と兵士法の古家もはじめ法による騒乱が起き、日野氏も源氏法として、兵士勢力と争ったと思われる。この騒乱は、中央とは異なり、源氏法である、 奇下森の滅亡によって終結したが、日野市への影響は、資料が乏しいため不明である。ただ、この騒乱は自称、樹影の乱の代理戦というよりも、ただ単にそれ以前より続いていた小賀も、奇良氏による勢力争いの延長戦と見るべきだとされるため、後の日野市の動向を見る限りでは、その影響は少なかったと推測される。鎌倉時代に入ると、日野市は、 鎌倉御家人となった。還元2年7月には、一族の日野朝陽と日野末永の間で、日野軍新居をめぐる総論が起きたことが、あずま鏡に記されている。また、運営9年12月には、将軍、コれヤス新郎から、法規国日の登場ち河井村氏下原口、小倉を日野阪部お止まるが領地するように命じられている。資料には、この書量は、 大阪部乙丸るの暴府、日野重長の医療であったと記されている。その後、現行三年、名は長年と五代醐天皇が戦場山に籠り、幕府軍の佐々木清高と戦った際、日野三郎義行とその子、又三郎義康らは、長年の軍勢に三人し活躍したという。室町時代にかけては、日野衆としても知られた。陰徳太平記には、 戦国時代にかけても栄えたと記されているが、関係資料が少ないため、その詳細は不明である。日野軍は、交通、軍事の要所として、天子市、毛利氏などから特に重要視されていたため、早くから進出が始まっていたとされる。日野市の最後が、どのようなものであったかは不明だが、これら近隣勢力の進出に伴う戦乱で、衰退した可能性も高い。一説に、 日野郡向小村の官主、船越氏は、前世を日野氏とし、日野三郎義行の子孫を名乗っていたという。また、伝承の域を出ないが、日野氏は、両外山城を本拠地としていたという。ありがとうございます。